どうめさんこんにちは、私は理学療法士を目指していて、専門学校に通っています、そして来週からいよいよ、実際の病院に行く実習というものが始まります、実際にその実習にちょっと私も行ったことがないので、どういうものか分かりませんが、これから理学療法士や作業療法士、言語聴覚士など様々な医療従事者を目指す方に参考になればと思い、少しお話しさせていただきたいと思います。3年生の学校の中間部に通っています。実習に行ったのは、まず1年生の時に3日間見学実習に行きました。で、2年生の時に検査測定実習3日間。で、2年生の最後に1ヶ月間評価実習。3年生の時に治療実習2ヶ月を2回行きます。なんですけど、実際に学校でどのような勉強をしているかというと、この本ですね。この本をメインに、まず1年生の時に基礎運動学を学びました。その関節の動きであったり、骨の名前や、筋肉の起死、停止、作用、すべてを学びます。そして、その他には、正しい姿勢であったり歩行動作、そういったものを学びます。その解剖学ですね、こちら、PTOT の、解剖学、体の中の、内臓的なことだったり、その他には、患者様の、機能を測るためにさまざまな評価方法を学びます。今回はその評価実習に行きます。例えば、評価の中には、このような教科書を使って、MMT とマニュアルマッスルテイスティングという、教科書があります。このように、様々な筋肉を分離して、その筋肉がどれだけの力があるかというのを測ります。5段階の評価ですね。その他には、このような、私はここでこのような教科書を使い、様々な評価をします。大事なのは、関節可動域測定なのです。自分の関節、患者さんの関節が、どれだけ曲がるかというのを測定するものです。その他には、携帯測定や反射検査、痛みの検査、疼痛検査など、様々なものがここに記載されています。これらの評価方法を学んで実際の病院に行き、評価実習というものに挑みます。その他には、ベッドサイドの神経の見方、このような本もよく学校で使います。学校の先生が、この本は実際の臨床でもよく使うよというようなことがよく言われます。実際に授業の中で実習ではこういうことをやるということは、特に、学ばないというか、多分これは個々の病院によって様々な指導方法があるので、非常にそれは難しいことだと思います。なので、様々な観点から様々な、今まで勉強してきたことを、一つ一つその病院の中で、つなげていくということが非常に大事になってくると思います。理学療法というのは、身体の障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操、その他運動を行わせるとあります。この基本的動作能力を回復するためには、その患者さんが今どういった動作をしているのかというのを、正確に評価する必要があるのだと思います。そのために、様々な、評価方法を、学んでいます。私の学校では、その1ヶ月の実習に、1期と2期、というふうに分かれていきます。で、私は2期なんですけども、1期に行った他の学生の友達から聞いたことの中に、その理学療法士の先生が、これだけ筋肉や、その動作にアプローチできるのは理学療法士しかいないというのを聞きました。私もその専門分野を学んでるわけですが、
まあ、非常にマニアックといえば、まあ、マニアックなのかもしれないですけど、まあ、非常に専門性が高い、まあ、職種だと自分は思っています。ですがまだ、まだまだ、世の中では非常にマイナーな職業だと思っています。自分もまだ学生の身ですが、非常に専門的なことを学んでいるという、意識があります。そしてまだまだこれから、将来性のある職種だと思っています。そしてどんどん、こういった理学療法士は専門的な知識を、たくさん持っていると、そしていろんなことができるというのを、もっと世の中に、まあ、示していくということが非常に、必要だと思っています。まずこの評価実習をクリアするというのが私の目標でありますが、その先には、数多くの患者さんを少しでも救うということがあります。そして理学療法士という職業をもっと広げていきたいと思っています。それではまた。